FJ クルーザーは、トヨタ自動車が2006年から製造していた、ミッドサイズのスポーツユーティリティビークルである。シムケチに関わらず、すべてが、日野自動車羽村工場で生産されていた。レトロスタイルの中型 SUV の北米市場、専用車種として開発され、2003年、北米国際オートショーにコンセプトカーとして、初めて出品された。2005年には、 最終的な量産型として再び展示され、2006年モデルとして北米で販売開始された。日本向けは当初用意されなかったが、北米仕様の逆輸入車が一部で人気となるなどしたダメ急遽開発が始まり、2010年12月4日より販売開始された。日本国内での販売ディーラーはトヨタ店が担当。日本市場には 右ハンドル仕様の5速 AT4WD 車が投入された。右ハンドル仕様の登場により2011年4月11日から日本と同じ左側通行のオーストラリアでも販売が開始され、同時期にニュージーランドにも投入された。また、韓国市場においても2013年12月24日に限定販売という形で韓国トヨタを通じて販売が開始された。 本来の投入先である北米市場では2014年モデルを最後に販売を終了しており日本市場でも2016年8月限りで生産終了することが一部メディアで発表されたが2018年1月末まで日本国内向け仕様は継続生産され続けた丸型ヘッドランプオーバルグリルと統一 CI ではないトヨータのロゴ白色の屋根などに見られるように FJ40 型ランドクルーザーを彷彿とさせる外観が特徴である。当初の企画目的は、日野、羽村工場のハイラックスサーフの組み立てラインを使い、収益性の高い新型車を開発することであった。2000年に、ロット・ミレンが製作した100系の車種、パワートレインに、FJ45V のボディを拡幅して乗せた、ランドクルーザー同士を組み合わせた、レトロクルーザーが、 話題となり、デザインコンセプトが決定した。特に低められたフロントウィンドシールドと大胆に立てられた A ピラーによって古風な雰囲気を高めている。起こされたフロントウィンドシールドは、空力面では大きな欠点となるが、外装上の重要点とされ、安易な変更は考慮されなかった。そのため、検討や実験に多くの時間を割くことになったが、その甲斐もあり、 空力面でも満足できる仕上がりとなっている。前年に発表された6代目フォードマスタングに代表されるレトロデザインとしてくくられることもあるが、全体的にはモダンな外装となっており、単にご先祖の姿をなぞっただけに止まってはいない。シャーシはランドクルーザープラドと共通の構成のラダーフレームを採用しており、本格的な SUV と言える。ホイールベースは、 当モデル独自の 2690mm であるが、サスペンションや、ドライブトレインはタコマ、4ランナー、プラドと共通のものとなっている。トランスファーは6速 MT 車がフルタイム 4WD、5速 AT 車がパートタイム 4WD となっており、5速 AT 車のみ 2WD も選ぶことができる。ドライブトレインは、プラドの 4.0L エンジン搭載モデルと、 共通部分があるが、プラドには 2WD の設定はない。エンジンにはタコマ、4ランナー、プラドと共通の V 型6気筒 4.0L の1、グレイン FE 型が搭載されるが、北米市場ならではのオクタ単価や、使用速度域、好まれるトルク感や、排気音などに合わせ、同エンジンが搭載される他モデルとは旧排気系と、エが異なっている。 トランスミッションは6速 MT と5速 AT とが設定されており、どちらもフロアシフトとなっている。日本仕様においては、平成17年排出ガス基準50%低減の低排出ガス車の認定を受けている。乗降用ドアは両側面ともピラーレスの観音開きで、前席のシートベルトも後ろのドアに組み込まれており、後ろのドアのみを開けることはできない構造になっている。 ソフト素材で作られた過失の床を含め、室内は防水、防止用となっている。また、エアコンスイッチや、インナードアハンドル、シフトノブなど、手に触れる部分はグローブを装着したままでも、操作しやすいように、大型化されている。なお、日本仕様は、国内放棄に従い、サイドアンダーミラーが装着され、透過類も変更されている。側面用のターンシグナルランプを、 フロントフェンダーにも増設。また、角度によって、スペアタイヤに遮られて見えなくなる後部。ターンシグナルランプと後部ナンバープレートの取り付け位置をバンパー部分に変更。同時にリアフォグランプも追加されている。オーディオは、全車レス仕様となっている。ありがとうございます。